画像はイメージです。東京五輪も残り5日点8月3日。本勢は4日ぶり金メダルを獲得しましたさ。男子では準決勝、スペインとの戦いで延長。反戦に惜しくも失点してしまい負けてしま。ましたが、6日に行われる3位決定戦が最後とな。ます一方、 ボクシング男子フライ級準踊り次決勝で、田中亮明選手がコロンビア選手に勝利しめ、ルカクテイ、卓球女子団体では決勝に進出しめだ。が確定するなど、今後も金メダルが期待でき、いい成績を残した競技もたくさんあります。像、ランキングに10位、1位を見るということで、8月3日、 天での金メダル獲得数ランキングを紹介し、いきます。第3位は日本でした。金メダル数は2つ。やし、19個となっています。レスリング男子グレ。ローマンスタイル77キロ級ではヤビ急昇平戦。が銅メダルを獲得。ボクシング女子フェザー。ではイリエセーナ選手が金メダルを獲得。 体操男。種目別鉄棒では橋本大輝選手が金メダルを。得しました橋本大輝選手は男子個人総合で。金メダル、男子団体では銀メダルを獲得して。ます全体では金メダルが19個、銀メダルが6個。銅。ダルが11個でメダル総獲得数が36個前日までは。 ストラリアと並んでいましたが、単独5位に。お付けました。第2位は金メダル数を前日からに、増やし、合計24個となったアメリカでした陸上。5800M ではアシング、ムー選手、レスリング女子68。6 9ではタミラ・マリアナ、ストック・メンサ。手が金メダルを獲得しました。 メダル獲得数は、金メダルが24個、銀メダルが28個、銅メダルが21個、合計73個となっており、単独首位です。金銀銅が、手に10個を超えたのは、現在アメリカのみとなっています。第1位は引き続き中国でした。天3個の金目。 ルを増やし合計32個に金メダル数30個を超えた。は現在中国のみです体操男子種目別平行棒。数計円選手、体操女子種目別平均台で関心心。で、男子板飛飛込みで社オモ選手が金メダル。獲得しました。これで中国は金メダルが32個、銀。 ダルが21個、銅メダルが16個と、メダル総獲得数は69。となり、メダル総獲得数は2位です。残り5日の東。五輪ですが、日本選手団が目標としている金。ダル30個まであと11個となっています。これからも。が話せません。ネットラボ調査隊。